しんちゃお、こんにちは、いさむです。今日も YouTube の方で、まあ、ラジオ感覚でね、聞いていただけるように話をしてみたいなと思っておりますので、今日もよろしくお願いします。で、僕はですね、もともとアクションというものを、ずっとやっておりまして、まあ、足の怪我を機にプレイヤーを退いて、今はアクションスタイルというプライベートジムをやっていたり、それから日本とベトナムで Zoom をつないでオンライントレーニングをしてたり、最近はアクションを使った映像の監督業っていうのも、やらせていただいたりとか、まあ、いろんなことをやってます。概要欄の方に全て詳細があるんで、よかったらぜひ見てみてください。で、今日はですね、実は早朝に起きて、その監督業の方の映像の2作目っていうのをですね、撮りに行ってたんですよね。なのでちょっとその話をしたいなと思ってます。で、前回の映像のリンクをこの辺に出そうと思うんですけど、その映像っていうのはもともとですね、その知的財産権っていう、あんまり聞き慣れない言葉だと思うんですけど、前回は特許権っていう特許と商標、商標っていうのはロゴマークとか、例えばアクションスタイルって名前もそうですけど、そういった名前を保護する権利の話になってまして、そういった知的財産権を、世の中に広めたいなっていう方の、まあ、それをテーマにしたストーリーになってるんですよ。で、その権利の権っていう字を刀の剣に置き換えて、特許権流っていう、剣の流派があると。で、商標権流っていう剣の流派、その剣の達人同士が戦うという映像なんですよね。で、その中で、特許にはこういった効力があるとか、商標はこういうことができるんだっていうのを、役者さんにセリフでね、言っていただいて、まあ、それが知的財産権の説明になってるっていうような作りになってるんですけれども、その1本目がですね、すごくこう、まあ、僕も YouTube の方でぜひ見てくださいって言わせてもらったりとか、 Twitter、Instagram の方でも上げまくってたんですけどね、なんかおかげさまで今2万1000回を超えて、しかもその見てくださった方の反響がすごくいいと、好評であると、いうことで、2作目を作るということになり、また監督を任せていただくことになったという感じなんで、本当にね、こういったものっていうのはね、趣味でやってるわけではなくて、やっぱり皆さんに見てもらうためにやってるものなので、こうやって、またね、2作目もできるっていうのはやっぱり、全ては皆さんのおかげであると、見てくれたおかげだし、感想をね、言ってくれたりするおかげであるなと、常にいつもこうやって僕も YouTube やってる中で思うのと同じように、本当に強くそう思いました。2作目もちょっと頑張ろうと思います。で、2作目の方はですね、またテーマが同じなんですよ。知的財産権っていうのがテーマになってくる。で、今回は衣装権っていう、権利の達人と、それから著作権っていう権の流派の達人の話なんですよね。で、前回は男性の、剣士2人だったんですけど、今回はサムネイルにあるように女性剣士2人が、登場すると。で、今回はですね、要素が1個加わって、飲食店の、PV プロモーション的な映像も、含まれるというものになってて、まあ、1本目のものも何かを広めたいっていう方が、映像を作りたいっていう話からスタートしてて、で、今回は飲食店の、映像も入れて、まあ、宣伝も兼ねて入れるという、で、全ては1本目のようなストーリーで構成されていくというような感じに、こう2本目の方がやっぱりこうレベルアップしてるというか、要素もプラスされてるし、撮影もドローンアクションの部分と、そのレストラン部分っていうのに分けてね、ロケーションも2パターンで、やることになってます。で、今日はドローンとアクションの方をね、撮ってきたんですよね。で、まあ、神奈川の山奥でやるんですけど、やっぱりドローンもね、東京じゃ飛ばせないし、人がいっぱいいるのでなかなか撮影もしづらいということで、その人もいないドローンも飛ばせる綺麗なところっていう場所で、撮影をしてきたんですけれども、今回そのテーマにしてるのがやっぱドローンとアクションっていうので、で、1本目見てくださった方は分かると思うんですけど、オープニングのアクションっていうのはワンカットなんですよ。で、普通映画とかを見てね、
アクションシーンとかを見てもらえると分かるんですけど、カットってたくさん割ってると思うんですよね。構えるアップがあったりとか、キンキンってやったら離れてカットが割ってまた戦うみたいなカット割りっていうのをたくさんするのが普通なんですけど、今回やってる知的財産権でのオープニングではカットを割らずにドローンがずっと動き続けてる中で、2人が戦ってるのを撮ると、で止めることなく最後まで行っておしまいっていうのが、最初のオープニングアクションになっててですね、今回もそうだったんですよね。で、まあ、これなかなかですね、その僕もやるまで全然分かんなかったですけど、やっぱりカット終わらないってすごく大変で、何か一つミスがあったら、ドローンがぶつかる、もしくはアクションの方を間違えるとかっていうことがあったら、8割型まで来ていてもまた1からなんですよね、ワンカットだと。なので本当にこう結構集中力を高めて、ドローンと、人間2人が息を合わせてですねやらなきゃいけないというような撮影になるのでね、まあすごくこう成功率は低いけど、でもやっぱ成功した時の、達成感は大きい。そしてやっぱりこうワンカットっていうのはなかなか難しいのでね、すごいねって言っていただけるようになると思って、それをですねやっていて、まあそれが無事に終わったと、それからドローンの空撮も終わったというところで一安心しているような状態です。まあなんかこう、あんまりねアクションっていう言葉馴染みないと思うんですけど、なんか僕の、YouTube だったり SNS を見てくださってる方にも、アクションって言葉を知らなかった方にも、僕が作ることによってね、ああアクションってこういうのかって知っていただくいいきっかけでもあるなって、思ってるし、また、もしかするとこれがねどん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 、なんだろう、見ていただけるようになればどんどんシリーズ化していくと思うので、なんかそうなってったらすごく楽しいなっていうふうに思ってます。だからそのためには、まあ、一本一本丁寧に、楽しんでもらえるものを作って、そして頑張ってこうやってね、いろんなところで発信をして知っていただくっていう作業をですね、やらなきゃなと思ってます。まあこれからもそのアクションスタイルというジム、そして監督業、どちらもね、気を抜かずに楽しんでいただけるように頑張っていきたいと思ってますし、これからもこうやって喋ったりとかだけでもいいから発信することをやめないで続けていこうと思っておりますので、ぜひこれからもですねこれやりましたとかこれ見てくださいって言ったら、その時はぜひご協力いただいて見ていただけると嬉しいなと思ってます。はい、ということで、今日はちょっと疲労もあってダラダラになってしまったかもしれないですけど、まあ撮影終わった感想っていうのをね話させていただきました。いつもご視聴ありがとうございます。まあいつでもこう楽しいものを提供、トレーニングもそうだし映像もそうだし、楽しんでいただけるものを頑張って提供していきたいと思ってますんで、これからもよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。良い一日を。